バイエルン・ミュンヘンを今季限りで退団ることを表明しているオーストリア代表 DF だ。同、アラバは、来季レアル・マドリードに加することが合意に達したとも報じられてい、ドイツ、スカイが21日付で伝えた。今シーズンのアルマドリーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、12年間在籍する場合、ルンで主力として活躍し、数々のタイトル獲得、貢献してきたアラバだが、今季末までとな、いる契約を延長せず、今年2月には今季限りで、イエルンを去ることを正式に発表していた。D で、獲得可能な大物選手として、各国 B、クラブからの関心が噂されてきたが、その渡る先は、マドリーに決まることになるのかもしれない。バルセロナも獲得を争っていたが、本人希望もあり、マドリーとの合意に達したと報られている。アラバとマドリーの間でまだ契約は交わされていないが、今後数週間のうちに因が完了するとの見通し。2026年までの5年契約合意に達したと見られている。複数のポジションを高いレベルでこなす。アラバだが、現在は2センターバックとしてプレー。マドリーに入りするのであれば、契約を延長していないセ・ヒオラモスの後継者を務めることになるかもしれない。両。